まったくよ。まあ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 、うん、昔こんなのあったなっていう懐かしい気分にはなったかな。はい、うん、悩んでんの。まあ今の内容出てきたやつがやっぱ中岡の悩みやつがなんかわかるよ。ああなんだっけ中岡の悩み一つ目。まずあの実況中に、うん、うまいこと言おうとしたらあの寒くなる。うまいこと言おうとしたら、うん、そのねやっぱね狙うとダメなわけさあ。なぜなら、うん、基本素人だから。まあまあそうだ。芸人さんでも多分狙って笑い取りに行くのは結構難しいはずよ、うん、もうほんと上のトップにいるような人たちか、うん、僕らなんておこがましいわけよ。だ基本的にやっぱさゲームをさ、うん、なんか熱中してる、うんだけでいいんじゃないかと思ってるんだよね。あもう楽しくワイワイキャッキャやってる、うんうん、その面白いこと連発してゲーム実況やるやつって、うん、多分一握りだろう、うん、だ才能だろそれは完全な。そんなさ、うん、ほんとさ天秤を得てやってる人たちだから、うん、普通はさ、うん、そうじゃないよね。素人なんだから、うんうん、狙ってやってんかい逆に考えると。普段はやってないけど、うん、たまにこのなんか思い浮かんでさ、うん、ピキーンと来たやつを今か死ぬぞっていう時があるわけここだっていうね。でそういう時に限ってもう場が静まり返るシーンと。親父ギャグなんじゃないそれ多分君の。あもう親父ギャグもあることはあるけど、うん、それ以外のさ、うん、これ来てるんだこれ嬉しいか思いつつ。何よやっちまっちりやっちまっちりもそうなんじゃないやっちまっちりはもう冷めたね。ここだってあったんだけどな。あれはなやっちまっちりはすごかったね。もう30秒前くらいから、うん、もう頭になかったあってさあったんだ。もうここでもう俺やっちまっちり来てんねーって今来たやっちまっちりだろまあ僕は面白かったけどな滑り芸でね。うんただ滑りだったけどな。ただ滑りゲーな、うん、いいじゃん。ただ滑って戻ってこないから困るんだよ滑って転んで怪我を負って、うん、帰っていく。そのまま毎日ですか。そのまま退場するんだよな狙うなって。みよ分かってる、うん、そうだよ狙わなきゃいいんだって、うん、狙わないで自然体で行くのが一番、うん、これでさまあ勘違いしだすのは紀、うん、ノ国屋書店とか行って、うん、10秒で笑わせる本とか買ってそれでなんか小手先のテクニックを持ってくるのが、うん、一番失敗するから、あ、うん、その辺はね読まないように。で僕それ通ってきた道だから。ああマジで紀ノ国屋書店で、うん、笑える話術の本とかさ、うん、そう呼び出しちゃうと、うん、ドツボにはまるから悪い方に行くんだ。意識するより意識しちゃうからやめとけ。そうか小手先だもんねそんな、うん、本一回読んでくれ。無理自然体でやるべきだよ、うん、この40年の人生で身につけてきたものを出すのが一番、まあ、それがやっちまっちりなんだよ出さなくてもいいな、うん、取捨選別はするべきと、うんうん、うん、30秒前から身構えたやつ、うん、ちょっとこのエピソードきっかけでこっち今顔赤くなっちゃったからはいそれやめようそこもスマブラに出てくるんだよなきっとな30秒前から規制の準備とかしてんのこの試合はそうだなこの試合3ストックでやられたら、うん、バビーとか言っとくかみたいな夢かってマジかいや、規制に勘弁してくれよ。規制に限っては、そのエピソード恥ずかしいわ。規制に限ってはもうその場で頭に電気信号流れた時の口の形がそのまま出てるだけだから。まさかな、その試合の最初に考えたやつを今か。そりゃ弱えよ、お前のスマブラ。そりゃ600万体止まるよ。であるとこ別だもん。規制はそんなに出せないわ、考えては。無理。あれはもう卓越した規制芸みたいなもんだからなんか新鮮だわある種唯一無二だと思うよ配信者で、うん、1分前からこれ言うぞ、坂本のトークが途切れたら言うぞいつだお、来るかあまだかいや嫌なおっさんだなそれ言うぞ。うん。
なんか職場の滑る親父もそんな感じか、まさか。職場にいる滑り芸やるおっさんも、うん、いるよね。なんか飲み会の時にしめしめ面白いこと考えたから、うん、みんなちょっとトーク一段落したら、うん、言っちゃうかみたいな。一回スッとなくなった時にねパッと言ってね誰も返さない時があるよね。そうだと思う。やっぱそうなんだ。定番の親父なんだ。あもう親父代表としてね、このままこの姿勢を崩さず、うん、いやだよ崩して。親父代表にならないで。いやー困ったな。もう一個悩みなんだっけ、ラーメン。僕ラーメンの会員。ラーメンどうでもいいよ、飲めばいいでしょ別に。飲めばいいじゃん。でもさ、うん、何よ。何なのよ、塩分高いな。分かるわけ、関係ないじゃんそんな。おかきとかいっぱい食ってんなら、うん、やれよ。そうな。ずーっとさ、うん、このね幕末生の放送やってるとさ、はい、多分もうラーメンの会員とかの悩み、うん、30回こすったと思うんだよ。で、立ち悪いのが、うん、一切進まないし戻んないこと。改善もしない。毎回、うん、そうだな、やめようかとか、うん、そうだな、塩分は控えようかとか言うんだけど、次また同じこと言うのよ。いや、その場では立ち悪いよ、その場から動かないこと。少しずつね、こう意識改革はしていってる。あ、そうなの。前までは、1年前もこの悩み聞いたよ。1年前はいや飲むの当たり前だろ、何飲まないとか意味わかんないだったけどさ、うん、あ、ちょっと改革されてるわけだ。言ったじゃん、おせえんだよな。人生そんな長くないぜ、あっという間終わるよ。もう40だからな。まともに動けんのはよ、僕ら、うん、あと10年ぐらいしかないんじゃない。あ、 50からさ先はさ、うん、病気になったりしてさ、うん、まともにさ五体満足でいけないと思うんだよね、はあはあ、前回体調全開では、うん、あと10年ぐらいだと思うよ、うん、やれることやれるのも。そんなラーメンの塩分気にしてさ1年経つよりもさもうちょい急いだ方がいいんじゃねえのか。それ言ったらもうラーメン食わない方がいいまでいくなるな。もう そんなに残ってないからな人生、うん、とりあえず折り返しただろ80だから。そうね、人生80だから、うん、いやだよな、みんな。そうだよな、ほうれん草入れたから。みんなそうだよな、うん、ほうれん草入れたからラーメンの汁飲んでいいとかっていう考えはもうダメだな。1年前それ言ってたって。ほうれん草入れよっかみたいな。あ、うん、1年前から変わってねえんだ。忘れてるから立ち回り。多分1年前の放送でほうれん草入れよっかって言ったんだと思う。うん、さっきコメントに出てたもん、はい、お前ほうれん草入れようって言ってたよと。これをさ今なんかさも新しいことのように、はい、ほうれん草入れ、ほうれん草入れれば、うん、いっか、全部飲める。進歩なさすぎなの。食物繊維が一緒に取れるわけで、もう置いてくぞいい加減。